こんにちは、デザインですショールームの周りに杉の板で作った、えー、テラス濡れ縁的感覚なんですが、えー、ここに、えー、昨日京都から来たこれはヒノキ材のテラス板です。昔ながらの 乾燥剤で強制乾燥をされてない材料なので神社仏閣に使っている木と同じ品質になりますこれがデッキをこれをデッキに使った場合どのくらい耐久性があるか試したかったので一部杉材の中で 今貼ってないところの部分をこのヒノキを用いて耐久性を調べてみたいと思ってますヒノキは基本的にピンクがかっているものが天然乾燥剤だったり、えー、強制乾燥をされてない本当のヒノキ材の特徴になりますので色目がピンク色のヒノキ材を 使う時には気にして見てみてください。